Welcome to my channel。 はい、今日はですね、今日はっていうか先ほど宮古島に到着しました。で、到着して、レンタカーを借りまして、セレナです。で、レンタカーを借りて、今ね、そのレンタカー会社の近くにあるすごく人気の沖縄そば屋さんにやってきました。最初はね、じゃあね、その沖縄そば屋さんでちょっとレポートしたいと思いますので、楽しんでください。レッツゴー。ただいま。めっちゃいいよ。宮古そばとソーキそばにしました。ソーキそばがやってきましたよ。熱い。ふぅ、湯気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 、熱い。で、宇田さんちゃんとインスタ投稿するんだよ。作ってないでしょ。このおじさんも、うん、分からん、カットするかもしれないけど。ダメだよ。みんな、そうそう、あの、減るよ。減る？減るかな？減るよ。見てくれる人が減る？結構このカリすすると見せるけどね、あれは。すす、見せるね。でもいけるよ。汁まで飲めたよ。ほんま？美味しいですね。ここはゆかちんのおすすめの場所です。見えてる？見えてる。恥ずかしい。このね、5人はね、元同僚っていうの、なんていうの、おじさんたち、ま、あのね、10年前同じ会社だったの。同僚。10年前。そうだよ、みんなあとバラバラだよ。そうだよね、みんな今もバラバラなんだけど、だ、ね、10年前一緒だったんです。今でもつながってます。辛の？めっちゃ辛の？そんなに辛党でした？大丈夫？辛党だよ、これだって、ね、だってこれ一味じゃないじゃん。一味唐辛子じゃん。でも最初の味なくなっちゃってるじゃん、それじゃん。うん。最初で食べてって言ったんだけど、最初から入れた。一口二口食べてこれ入れたから。なんで？まって言ってた。ガバガバガバ。もう刺激が欲しくなったの。落ち着いて。美味しい。この肉はうまいね。おいしい。味が濃いくて。あ、うま。でも多分宇田さんのもうその味はもうそのその味じゃないよ。味じゃない。辛さが倍増。辛さの味もなんか。味も変わっちゃった。ごちそうさまでした。ちょっと映ってるよ、ゆかちゃん。めっちゃうまかった。ごちそうさまでした。今から行きます。痛いよ。探検隊、気をつけて、なんかアロエみたいなのがあるよ。怖っ。マジで道ない。リコあるじゃない。え、ショーパンだから大丈夫だよ。宇田さんいないけど。宇田さん行きよったよ。早っ。何ある？なんか全然聞こえないんだけど。ジャングルを通り抜けてやってきたのはすごく綺麗な海でした。ただ見ての通りクラウディでございます。誰のせいでしょうか、誰のせいでしょうか。見て、ほんでもなんか綺麗なのわかるよね。綺麗だよね、綺麗だよね。だけどもっと綺麗なはずなの。誰のせいだそれ。マジで誰のせい。本当だよ。私じゃないよ。このおじさん、あのおじさん、あの、このおじさん、このおじさん、宇田よしおリーダーでした。隊長じゃねえ。あ、そう、隊長でした。でも見て、こんなになんかゴツゴツしたところで、なんかこの下落ちたら、まあもう、うん、終わりだね。下見た？下すげえ綺麗だよ。全然綺麗だよ。下を見ましょう。見て、綺麗じゃない？つけてんの？
こちらはイグアナの岩でございます。なんか本当は三角点っていうところに来たかったみたいなんだけど三角点はどこに行ったの？どこ？三角点はなくなったのかな？今から探す？今から探すの？じゃあ探そう。今から行きたいと思います。ゴー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 。見つけれるかな？あったみたいです。さすが。こんな道あったやんか。そうそう、あれ注意点って書いてある。よかったじゃん。お、見つかった。宇田さんリーダーだから、リーダー先に取りながら気をつけてね。ねえ三角点に行きます。注意、危険だからね。危険行為は行わないでくださいって書いてある。これ着いた？何ここ、やばくない？待って、両手が塞がってる。うおー、なんじゃこりゃー、すごーい。リコのがいいかな。うん、泊まってるヴィラみたいな、コテージみたいな、本当に広い場所に移ってきました。まあ1日目ということで、天気も微妙だったので海には行っていないので、明日また海は紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。今日は本当に食べてばっかだった。まあ、いつもねこのね YouTube はね食べてばっかだけど、まあそんな感じで終わっていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。